会の坂根真由チャンネルです。今日はこのコサージュの動画を投稿したいと思います。よかったら見てください。写真がどうもコサージュに向かないような気がするんですね。それでプツプツプツっと切ってしまいまして、いろんなビーズをボンドのりは透明になりますので、まずボンドのりを入れて、そしてビーズをバラバラっと入れると勝手に固まってくれますので、まあ、時間はちょっとかかりますけれども、そこのところはグルーのりを使わない方が美しくできるでしょう。あとはリボンを、まあ、リボンをこういう風な蝶ネクタイのような形にしまして、要するにいろいろ色を変えてみるといいですよね。外れないようにすればいいわけですよね。とかちょっと最初はワイヤーと一緒にコサージュピンを留めればよかったなと後悔いたしました。もうコサージュピンとリボンとワイヤーを一つにまとめてしまって、あとグルーガンでリボンとポインセチアのお花をくっつければ、これでコサージュは完成です。いかがでしょうか。ダイソーで買った白いポインセチアがお上品なコサージュに変わりました。まあ花芯がそうですね、やっぱりコサージュに向いてないかなと思いましたので、リボンを変えたり、それからコサージュは関連性ですので、花芯とリボンが関連づくようにいたしましょう。私は今日グレーのセーターを着ておりますが、グレーのセーターを着ているときはグレーのリボンがいいでしょう。まあ、赤とかピンクとかも可愛いと思いますよ。皆さんぜひチャレンジしてください。友達同士のホームパーティー、こんなコサージュをつけていくと皆さんがびっくりいたしますよ。バッグにつけたり帽子につけたりするのも可愛いですね。いかがでしたか。オリジナルのコサージュ、そしてダイソーで購入したもので素敵なコサージュを作ったり、それから楽しい楽しいフラワーアレンジメントの紹介、そしてプロ養成講座のライセンスのコースのご紹介など、たくさんの情報を配信したいと思っております。皆さんよかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくお願いいたします。 Facebook、インスタ、明日さぬきのブログ、アメブログもやっていますので、よかったらそちらからもよろしくお願いいたします。バイバイ。